はい、14時11分、片付けとちょっと小休止からめっちゃ急登登らなきません。え、2時11分もう11分、あのまま沢行く人もいると思います。行けるのかどうかな、多分倒木がすごいと思う、多分ね、確か多分ここで登山道出ます。よいしょ、よいしょ、え？登山道出た？よし。うい。はい。5分ぐらいで16分。よいしょ。おお。
ふくらはぎが、ふくらはぎが伸びる。はい、出ました。はい、郵便道。本堂ルート高間の。涼しいな。さあ、山頂目指します。30分ぐらいで上がれるやろうか。よし、通った通った。そこで、そこの分岐でさ、人立ってはって、なんかすごい応援してくれてはる人おったやん。もうちょっと先のところの分岐で、あの左へ行ってくださいって、右行かんと。はあ、すげえ。はあ、はい、合流。はあ、14時44分。はあはあ、今日は比較的あやさん元気。はあ、もう神経すり減らした俺。リードは怖い。もうないね、もうほんまの親指とさ、こう中指のこの先っちょしかないね、もう。それがようわかる。で、また剥がれやがんの、あのラスボス。持ったらガバって。前無敵さんなんか落石あった言うてたもんな、あれでな。あれが、いやいや、だからガバッとしたら落ちてきたんやろな、あれな。剥がれんねん、あれ。怖い怖い。もう高間はええかな、しばらく。これは無理、アテンドは無理。どう考えても無理。逆の俺たちよりレベル高い人やないとな。無理。たらもう自力で登ってもらうとどうしようもないもん、あんな。いくらロープしてたってな。まあサバシューズとか履いてたらまたちょっとあれなのかもしれんけど、なかなかのあれやったで。ボルダリング要素たっぷりの沢登りやった。なんか向こうから風が吹いてそうやね。売店開いてるから時間がやばいかも。下山も郵便道取りなあかんということ。じゃあ、取りなくなってると。今も抜かれかい。先もそこで曲がり取ったんです。よう分かりましたね。今日ちょっと。今日はあの高間谷で沢登ってたんで、だからちょっとクマジップロックに入れて直してて、もうクマちゃんちょっと戻ってこなあかんけど。あ、そんな、ありがとうございます。いや嬉しいです、そんな声かけていただいて。今日は上で、はい、なんか待ってるって言って待ち合わせるわけでもないんですけど、なんか勝手におる感じで。よかったら写真撮ります。はい、なんか、はい、誰か押しましょうか。沢登りだったから10キロに減ってたんですよ。そう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 。ああ、そうやね、なんか後ろパッて見て、あれ、そう、最近ちょっとこのね、シールを貼ったんです。クマちゃんこれとか思って、もうしょっちゅう見てるから、ね、ありがとうございます。あ、一緒に撮ったのか。どういうことでいいの。え、
持って持ってもうたな、はい、持ってもうたな、はい、はい、行きます、はい、視聴者さんに会いました、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、すみません、よかったです、私は、まあ、失礼で知らんかったんやけど、はい、いや、GoPro つけてるからね、はいはいはい、まあ、YouTuber の方なのかな、そうそうそう、まあ YouTuber、ね、結構 GoPro 持ってても YouTuber ですかって違いますって言われるんですけどまあ、僕はそうそうそう、はい、よう声かけていただいて、本当、まあ、そんなもうね、もう長ったらしいのだらだら流してるだけであれなんですけど、はいはい、そうです、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、また、はい、またコメントしてよかったらください、すみません、はい、ありがとうございます、顔出ても大丈夫ですか、消した方がいいですか、皆さんは大丈夫ですか、はい、じゃあちょっと、はい、すみません、あ、もうこれ絶対映ると思うんで、はい、スカッシュずっと今スイッチ入れてた、あの声かけてずっと切ってたんですけど、もうせっかくなんで、はい、じゃあ気をつけて、はい、すみません、ありがとうございます、いや、びっくりや200今何十60名ぐらいかな、460何名のお一人かな、うん、びっくり、私がブータ出て登ったかな、いや、もうあやさん早いからって言ってて、よう知ってたそうそう、さっき言ってたってなんかちょっと元気出たな今、またあって声かけられると、なかなか声かけることってないからさうん、そうやな、いぐみさんらも出てるからさ、なんかあれなんじゃだって、熊ちゃん、なんかここ通行止めになってる、なんでどこだ、ここはまたどこかな、なんか崩れてんの、そうだよそうだよ、あ、熊ちゃんいてないって言って思ってたってやったでも多分このヘルメットのさ、クマちゃんマークも半信半疑やったやろな、でも GoPro 持ってたら YouTuber やっても、結構 YouTube されてるんですか、いや、してないですもう穂高なんかみんなそうやったけど、じゃあもう売店アウトやな、まあ、自販機あるけどな、カップヌードルの食べたかったら、もしかしたらイクミさんとかなんか出てくるかもしれないし、あ、そりゃそうやわな、でもおやつかなんか持ってきてんじゃん、臨時前から行く、もそのまま下で行く、そのまま下、じゃあ、そう、前はなロープ忘れたから、もうそこで心折れてしまって、もう一回激下りを下って、もう一回急登登らんなんていう、もうそこで心折れて、はい、いつものいつもののところまで来ました、今もう14時59分ですよ、もう早く下山せな、もうヒークレルでいつもの1時間で降りるようなあれじゃないのに、なんか思ったより時間かかったな、やっぱな、もっとスッと登れる思ったけど、
21度。まあなあ、でもあれロープ出さな怖かった。自分登ってても無理と思ったもん。22度になったよ。どういうこと？21度やったやん。売店も終わりでしょう。果てしいな、なんかやっとるな、なんかおるわ、ほらやっとる、写真撮ってんの。15時03分山頂。あらまあ、みんな朝から来てると思ってた。高間谷、高間谷、あ、高間行ってきた。ここや、高間沢登り。めっちゃ怖かった。怖いとこ、めっちゃ怖かった。アテンド無理です。そう、最近行ったとこほとんど行ってるから。妙見も行ったし、妙見、妙見の通行止めの意味がわからへん。絶対高間の方が危ないな。妙見は全然、そうそうそう、そうやねんけど、もう全然危ない、ない、そうそう、全然危ない、ない、妙見なんか、うん、ああ、いや、どんな、ああ、ごめんなさい、ごめん、上がりすぎ、上がりすぎ、いや、下がりすぎ、あ、下がりすぎか。じゃあ中田さんにチェックしてもらおうや。押した、押した、押したりやん。押してあるからも並べやな。もうしゅう、もうしゅう、はい、もうしましょう。手のチェックして、手の角度入れて、今後座の角度。どうなってた、どうなってた。全員入ってるんで。ああ、わかりました。あんなもこのまま動かさないです。すいません。前から見てチェック意味がわからない。どう、それは高さが、正解はどれや、正解はどれや。正解は中座。正解これです。この角度、これ、このぐらい。みんな角度合ってます？足も、そう、みっちゃんの手が こっちや、ね、いくみさんも手がちゃうの、手が、こう、あ、あ、逆や、この、こっち見せんね、こっち見せん、逆逆逆、反対反対反対、こ、あの、そうそう、手のひらを見せんね、手のひらを、そう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 、そう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 、はいはいはい、もう、はいはい、いくよ、はい、チーズ、もう一回、はい、どうでしょう、いけた、チェック、マイカだから、そうですよ、結構しんどい。どこから登ってたん？あんねん、いや、じゃなくて、どのコースに、いいと思います、いける、いける、いけてます、ありがとうございます。もう一個しよう、あやちゃんも一緒にしよう、ちょっと撮ってもらう。今度もう一個ポーズ言って、なんか。なんか視聴者さんに会えへんだ、俺らの。え？視聴者さん。視聴者さん、俺らの。なんかいてましたよって言われてさ。誰に？え？いや、違う違う、俺の視聴者さん。クマちゃんをいつも見てますって言ってな。なんか男の人3人と、あの、なんか、もう女の人1人やって、クマちゃんって言って、なんか、やりましたよとかって言って、もうほら、出てるから。でさ、15分いや、張りますよ。だってもう YouTube で見てるから知ってんねん。そう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 。何かな、どっかで。うまいね。誰にも分からへんな。何人かには分かったけど分からへん。あ、行く行く。行く行く。どれ？右手をこうで、左手をこれで。で、どれかで上位？練習。こうして、こっちを。もうこれだけ。あ、いけるいける、いけるよ、行こう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 、あやさんはもうな、右手はもうこれを持っとった。ここ、ここ、ここ、立ち来ていい？りっちゃん、りっちゃん、また割りが苦手なの、苦手なの。あ、もうちょっとこっち、もう持っとってね、あやさんはもう持っとったよね、くまちゃん、あやちゃん持ってくる、くまちゃんどこ、あかんわ、あ、せっか置いとけ置いとけ、ここに置いとく、くまちゃん、ごぼうさんのここに、
反対であると。そうそうそう。右手。右手。はい。で、はいはい。それあやさん左手、え、右手あやさん、そうそうそう。はいはい。あ、待って、これする。ヒロももっとこうやって。あ、これは開ける。かかと。かかと。かかと上げてんな。上げる。キャッキンズ。これはギリギリじゃないとできない。もうさっさとやらないと無理やな。はい。ここで。はいはいはい。キッズ。そうやね。はい。かかと上げる。かかと上げる。はい。はい、行くよ。もうとりあえず取るわ。もうしんどいやろ。しんどそう。あ、しんどそう。はい、おいでよ。はい、はい、はい、行くよ。はい、はい、に、はい、いいんじゃないでしょうか。最後みんなでいい？サムネイル用で欲しい。サムネイル用でみんなで欲しい。オーソドックスナンバー2ってどんな？どんな？ナンバー2はもうみんながやってる。こんな？どんな？自己申請。これやね。これ普通やね。中田さんどこ入る？中田さん真ん中入る？入る？全員。入る？端っこどこ？端っこどこ？中田さんどこ入る？こっち入る。入る？アイザーのとこ入る。あ、真ん中。いや、もういいよ、ちょっと待って。体半分隠したらいいじゃん。はい、そうそうそう。いいよ。食べて。上がっちゃうんですよ。あ、これ食べてこれ。いいような気がするんですけど。はいはい。こうやるは何やったらいいの？え？何やるべきの？これをするには何を？これをするには気合でしょ。何を？僕だって体硬いから。硬い。めちゃめちゃ硬いですよ。この前だってヨガの練習したもんな。私ら四国であのあそこで剣さんのとこ泊まってヨガのご指導を受けました。でもあんな毎日してて全然してない全然してない全然してない分かった。毎日一日一回ストレッチしてるやろ。全然してない。昨日一回だけこのなんていうのこうしてさ、あのあれするの一周した。もうしんどくてすぐやめた。これを毎日してたら体がね綺麗になる。ずっとできる言うてたな。あの人めっちゃすんの。もう忘れた。どんなんか一回見ただけやから、どんなストレッチか。写真撮っとけばよかったな思って。するんですか？しますよ。5分でいいんやもん。するんですか？5分がなかなか。5分でいいから。チャオコさんにも会ったしな。で、あの登る時、チャオコさんって、アブさんって上でアブさんっていう人にも会って、で途中でね、あの人だけ。マルベさん会った。マルベさん会ってたな。会ってないけど。マルベさん。ああそう。ムテキさんなんか遅く登っとったな。ムテキさんもな、さくらちゃんも来てたけど全然会えてない。さくらちゃん会ってない。あ、さくらちゃんさっきすれ違いました。そう。どこで？どこで？モンジュウね。あ、そうやな、モンジュウな。多分モンジュウと思った。降りるの。でか会えへんなと思ってたんや。でかモンジュウから登ったら会えるの。みんなで降りてた。みんなで降りてます。あ、たくさん降りてたやろな。あ、なんか私そこのあそこに入れとってくれていいよ。私のそのチェックのあの袋に。くるみとか出したら食べる。早かった。くるみ大好き。くるみ大好き。美味しいな。美味しい。よかった。
ってんから怖かった。ああそうそう、高間怖いやろ。高間ってちょっと怖い。高間の神社や。郵便道ですよ。郵便道。高間彦神社って知らん？五世というか、奈良川の。奈良川、奈良川、奈良川。クモの巣とか結構張ってたりする。ああ、だ誰も撮ってなかったら、ね、あった。うん、今日はもうあった。そこも沢登り？めっちゃ沢登りやな。沢登りしてきた。一番高いところやな。沢登りしてきた。どうやって？高間のあのビチャビチャ？こっからちゃっと。下を脱いで、うん、あ脱いだ、うん、あそれ切り替えれんの、そうそうそう、だって半端な出たもんな、だから見たらストーリー見たら、そうそうそう、でも今日は合わないのかなと思って、びっちょびちょだった、もうもっともっと早上がれるのかなと思ったら、結構時間かかった、三箇所ぐらいロープ出した、あそう、え、そいつ車どこに止めた、神社やろ、高山神社、神社の駐車場ある、神社、行ったことないけどわかるね、調べてるからわかんないね、郵便道とか、郵便道とか、バイクがないね、一回行ってんの、まだ行ってないね、郵便道登ったんの、しんどいやろ、そんなことないよ、そんなことないよ、ちょっと最初ゲラにでもな暑かったの、めんどくない、ヤッホーポイントがあるとか。なんかようわからへんなこの人な、うん、連れて行けとか言われにはしんどいな、山はしんどいに決まってるやん、登りは、うん、っていうか行ったことがなくてもヤッホーポイントか分かってるよ、行ったことないけどね、みんなヤッホーポイントしてるもんな、うん、昨日見たあの富士山のテレビ、98歳の人が登ってたの、98歳のばあちゃんが70歳の息子にロープ息子ここつけつなげとって持って、うん、でこっち持って98歳で4年目で今年、うん、1つずつ1号ずつで6号、うん、7号8号で止まるねん、うん、小屋に、うん、で40歩行って、うん、休憩、うん、40歩行って休憩で、これでも9号目からはもう酸素薄くなるからもうハーハー言ってんねんけど、15歩行って休憩、うん、でその70歳の息子がほんまに優しくって、あのなんだろう、70歳の息子が登るのもすごい、すごい、だけどその98歳ロープでお母さんを、でもお母さんのペースでよ、で98歳やから段差とかもこうフラッとかすんねんけど、なんかもう気合が入っててさ、でみんな山頂で会った人もなんかその人と握手して泣いたりしてんねんか、なんかさ、それ今までさ、富士山もう登らないからまた行こうって言う、旦那がさ、旦那がすごいわって言ったらさ、お前とりっちゃん登ってそうやなとかまた行こうとかね、あんまり富士山もう登らないでたのに、なんかあれ見たらさ、なんとなくなんかな、時間経ったら富士山登りたいな、そうやね、俺も日本一の夢、俺も県神には行ってないから、俺も登りたいな、県神行ってないの、行ってないの、あ、そうな、何回か行ってるもんな、4回ぐらい行ってる、いや、わかる、俺はもう昔天井にしてたから、あ、そうかそうか、天井、そうなの、天井ってたね、若い頃に山も知らん時にね、すごい普通の軽装、それこそ今怒られる軽装で登ってたもん、それで、それで連れて行くんやね、人もう今思うと信じられない、何考えてんやろって、うん、若いからできたんやと思うけど、うん、今思うとゾッとするわ、無知って怖いね、怖い、無知は怖い、全て天気良かったからみんな登れたからって、でもやっぱ途中でなんか動けんようになる人おるよ、おるよ、じわりはね、いろいろなんかまああって、俺その人も新幹線で帰ったっていうのは、天井に2人おって1人にも参加してその人を帰るみたいな、それバスツアー、バスツアー、でも昨日のその本当98歳の人のは見ててさ、感動したわ、その98歳の人が90の前に病気して、それで何かしたいことって言って富士山登りたいって、そうなって90歳ぐらいからよ、ほんで登ったらあとすごく元気なんですよ、すごいだから往復で10日間ぐらいかかるから、もっとかかって往復すんねんな、だって1号ずつで止まるから、まず止まるんだ、1,2,3,4,5 号目で止まり、7号目で止まり、8号目で止まり、1号目ずつ止まる、止まるんだ、だって40歩行って休むの、降りる時は多分止まるんやと思うよ、何十、十数万円かかるね、うん、でも、でも 1,2,3,4 全部止まるところがあるのもすごいな、うんうん、1、2じゃないよ、5号目から、5、6、7、8って全部あんの、9とはどうかわからんけど、9.5あったかな、全部あんの、なんかあったよ、もう吉田ルートめっちゃあるからな、めっちゃある、あ、そうか、富士宮やったらあれやけど、半分ずつぐらいやけど、でもそれをなんか
全部押さえるときも大変なの、うん、でも毎年行ってるからちゃう。あ、もう4年目って言ってた。特別あった、そうやな。だってテレビはな、撮影してるぐらいだから有名なんやろな、有名な人なんやろ、うん、だけどすごかったよ。なんかだからいくつになっても頑張ったらできることはあるんだって思った、うん。だから私たちまだまだ、まだまだ私たち。4日やね。98年比べたら、ね。もう年とか言って頑張りしたら頑張らない。一人で言ってるよ。一人で言ってるよ。いくちゃんが自分でいつも年やから。自分で言ったら自分が決めてんのかね。いやでもね、体力はやっぱり若い時よりは落ちてるよ、そら。回復力もね。うん、でも70になっても80になっても富士山登ったの。またなんか、フジテレビの朝の番組で映ってた、映ってたってやってそう。テレビ映ってんとこで、二人で登った時に。あ、そうなんですか。山の日やったから、ね。私このピンクのサングラス。おったの分かったから、手振ったら。だから誰でも映らへんみたいけど、うん、こっちが気づいて映すもんは OK と思うやん。日が放映されて。山の日やったね。うん、山の日やってね、テレビ局から来てたから、すぐ分かった。会社に行ったら、いくみさん映ってました。みんな見てる、みんなよう分かるみたいな。私なんかすごい完全防備やったのにな。完全防備でもうサングラスまでしてるの。なんで分かった。だから見るからにいくみさんやと思った。ほんま、いい記念やったね。うん、うん、いい記念、うん、よかったわけね。石原良純も登ってったし、ね、そうやな、うん、今日番宣でやっとった。やっとった、うん、やっとって見ようと思ったら忘れとった。石原良純がな、うん、本当はみんな夜中の2時からな、出発せなあかんのにな、もうな、なんか寝過ごしたんかな、3時過ぎからでね、これやったら山頂でご来光無理でしょうって言ったらさ、言い訳してさ、別にどこでもご来光見たらいいやろとか言って、あんたが寝坊しててこんなんなったのにと思ってさ、なんか自分が寝坊したことを棚にあげとったな。でもなんかハーハー言いながら登ってたよ、うん、でね、一人女の子がね、うん、なんか国体にもう陸上で出た子がスカートに、うん、スカートパンツっていうの、うん、パンツとスカートが一体化したスカートで登るんよ、うんうん、で60歳のお母さんの還暦祝いで親子で登ってんだけど、休まんと走って登って、でカメラマンもついていかれへんぐらいで、うん、ハーハー言ってめちゃくちゃ早いって言って、で山頂の小屋に行って食事キープして、また60歳のお母さんを迎えに行って降りて、お母さんは無理ですか、うん、うん、無理、降りて、でお母さんって言って、なんかめちゃくちゃ早かった、うん、はい、スカートでここ素足よ、みんな若い、若い、29ぐらいやったな、めちゃ若かった、これらの人でもみんな素足やもん、ね、だってすげちやって素足やから、おじさんも素足やろ、だって常年もこんな人おったもんな、おったおった、常年もこんな人で、トレーラーの人おった、草履の人おった、こんな格好の人がいっぱいおった、の雨の中、雨の中おったおったね、うん、そうそう、こんな人いっぱいおる、ね、あと膝のとこにこうテープしてな、テーピングな、テーピングし てな、でも素足やってな、素足、虫刺されへんの、虫すごいな。だからなんかね、山登りって感じじゃないもんな。そう、自転車かなと思うもんね。そう、無格好がね。自転車っぽいですか。っぽい。ぽい。でもトレランっぽいけど。トレランっぽいのもあるけど。自転車の時なんかね、あのつなぎみたいな、なんか、はい、あれがっぽい。あの水着みたいな。あれってお尻痛くないの？お尻にパッドがついてるんですよ、ね、クッションが絶対痛 い, 絶対痛い、慣れない痛いよな、あれ痛いよ、痛いのね、嫌いね、痛いのね、すごいよ、だってすごい、うん、いつも行ってる、ね、何百キロとか普通に、ね、行ってるもん、うん、男の子今顔負け、走る時1日どれくらい走る、長い時は200キロぐらい、200キロ、どれくらい走るんですか、200キロ、すごいね、200キロすごいですね、あれな、スピードってどのくらい出るもんなんじゃ、平坦は結構出るんちゃう、私は35キロぐらいしか出ないですけど、男の人は50キロ、車並みに出るな、車並みに出るな、車並みに出るな、んだろう、ああいうスポーツの自転車って、うん、めっちゃ危ないな、うん、うん、怖い、200キロ、なんでそんなんしよう思ったなんでそんなんしよう思った、旦那さんが先やってて、うん、あ、旦那さんもしてんの、してで一緒にしてんの、一緒に、あら、趣味が一緒でいいね、はい、行きます、はい、チーズ、はい、ありがとうございます。
YouTube 出て大丈夫ですかって言って聞いといて、 YouTube 撮ってなかった動いてなかったよ、もう横から15時56分ちょっと長いしました飽きません減点持ってきた持ってんな減点下山ならへんから大丈夫かな、3時間はかからんからな、さすがに。え、走ろうか、走るけどとりあえず上りが、結構下まで降りなあかんな。え、あれ向こう見えてんの桂木さんか。あ、そうやな、あれ綺麗に見えてる、うん、6時丸3分です。さあ、5時半に降りれるでしょうか。まあもう下りだけやからな。あ、でも結構長いんだよねこれね。はい、待っております。間違いない。右行ってもいけないけどな。左から行きます。よし。膝痛ならんようにえ、まで戻ってきました。なんか16時19分ですどんどん下山していきます。もうすぐ暗くなってきました。崩落してる？よいしょ。あ、もう完全なくなってるやん。前よりもなくなってんじゃんこれ。すごいな。なんやろうか。もうフラッシュが出るよ、フラッシュが暗いから、はあ、うん、え、これ見てんの？さっき何番やった？これもうあれやんな、はあ、そう16時40分16時51分降りてきてますよ。もう沢の音がしてますからね。もうそこが戻ってきました。
よいしょ。6時59分です今。よいしょ。17時、ほぼ1時間で降りてこれたな。よいしょ。神社まで戻ってきて、今日は高間谷、ここはもう上級者ルートです、初心者は無理と思います。危ないというか、なんかちょっとテクニックがいるみたいで、僕らもちょっと怖かったです。まあ僕も2回目なんですけど、こんなんやったかな思いながら登ってましたが、やっぱラスボスも怖かったです。岩剥がれるし。ね、サポートしてもらう人、サポートしてもらう人やけど、サポートする人も大変やと思う。ほんまにこんな怖くは、ほんとちょっとね、やっぱりそれなりの装備と経験は必要だと思うんで、まあ行ってください。もしよければ行ってくださいみたいな、まあ、重々気をつけて。おすすめはできないです。ナスがいっぱいまだあるんで、ナス買いたいと思います。ナス、はい、じゃあありがとうございました。高間谷に登りますかね。もう直されてます。43分。滑るから気をつけて。そこめっちゃ滑っ、ちょっとここ置いていきます。動くな、キーします。やってもたかも。とりあえずここをクリアして、なんかこの記憶はあるけどね。あ、中指のこの、そうそうそう、はいはい、そうです、ありがとうございます。はい、15分、うん、ナスがいっぱいまだあるんで、ナス買いたいと思います。